大島港は福岡県宗像市にある地方港湾。港湾管理者は福岡県。玄海灘に浮かぶ福岡県最大の離島である大島の東岸に位置する港湾である。大島の集落に面しており、北側には大島漁港が隣接する。古代の海洋文化圏の中心地の一つであったとされており、宗像、沖ノ島と関連遺産群として、 ユネスコの世界遺産への登録が勧告されるなど、古墳時代の遺跡が点在するほか、古くは小船の中継地として知られ、現在は避難港に指定されている。1953年に地方公安の指定を受け、福岡県が公安管理者となり、公安施設の整備が進められた。2011年4月には、大島海洋体験施設、ウミング大島が開業。 同年9月7日には、福岡県内の港湾で初めて港をアシスとして登録し、大島港都線ターミナルを代表施設とする港をアシス胸方大島として観光拠点となっている。また、ウミング大島は胸方大島海の駅として海の駅の登録を行うなど、近年は地域活性化のため観光客の受け入れ体制が整備されている。 2015年度の発着数は2664席、利用客数は22248人である。旅客船、潮風港内は南防波堤及び北防波堤により外目と隔てられており、防波堤内は白地となっている。フェリーは1号もの上げば、旅客船は浮き桟橋を利用している。南側には外防波堤及び 内房波堤により隔てられた南白地があり、プレジャーボートステーション、海上釣り堀などが設けられている。ありがとうございます。